でもそれなのに客席は半分大声出しちゃいけない、マスクで表情も若干見えにくい、笑いもギャラも半分それでもダンス見えないナイフで自分を刺す、よく恥ずかしくないね。メンタル強いよね。また刺した。私のライブもういいよ、もう帰って出てけ。新年明けましておめでとうございます。清水ミチコです。童謡のお話指さんを5人の政治家で歌ってみます。この指パパ麻生太郎さん、まるで浪速節のような声で毎日失言を繰り返しながら、この間は菅総理のことを菅総理と言い間違えました。くだよりいいじゃねえかな。何かに勝ったと今言っていました。この指ママ田中真紀子さん、まあ私の場合はですね、父親の田中角栄譲りのいぶし銀の声で、まあこの大変な時期に桜を見る会で騒いでるようですけれども、安倍さんは大丈夫なんでしょうか。急に拍手ないの？この指にさん安倍元総理大臣、私の場合若干声が高い上に下が短いわけであります。そこを十分忖度しながらそれにつけて辻元清美がうるさい。お疲れ様でした。この指姉さん小池百合子と父、まあそうですね、私の場合先ほどの、まあ、フリップを使うというのも特徴ですけれども、ハウエバーしかしながらですね、やはり釘でお話しするということ、そして英語を
多用するという点にございます。レガシー、イポリシー、やかましい。お話する、この指おばちゃま、パククネ元大統領、覚えてますか？あ、今は無理でもまたシャバに出たら立候補をするつもりだよ。お話する。ありがとうございます。皆さん楽しんでますね。大丈夫ね。はい、皆ちゃんお待たせいたしました。瀬戸内寂聴でございます。まあ、たくさんの拍手ありがとうございます。まあ、最近はね、不思議なことにね、こんな風にね、清水美智子さんのねコンサートだというのにね、私瀬戸内寂聴が出てきた時の方がね、よっぽどね拍手の音が鳴りが違うというね、珍現象が起きておりますけれどもね。まあ、珍現象といえばね、あの一昨日の紅白歌合戦でもね、面白いものを見たなと思ったんですけれどもね、やっぱりね、若い方たちがね、自分のヒット曲をね、才能がある方たちが一生懸命歌ってらっしゃるでしょ。ただ一生懸命だけじゃないですよね。舞踊をこうたしなみながら歌われる方もいたり、器楽をこう奏でながらね歌う方がいらっしゃいます。かと思うとね、ものすごくあの長いドレスで歌われる方がいると思ったらね、けん玉の方でね、ギネスに挑戦しながらね歌うという、そういうサービス精神にね溢れたものでね、私大変感動しましたけれどもね、一人だけね、なんか椅子に座ってね、それであのただ普通に歌った方がいてね、私はびっくりしましてね、あの秘書のねマナホさんを呼んでね、マナホさん、この方は一体どういう方なのって言ったらね、マナホさんは先生知らないんですか、この方はとても有名な方なんですよ、この方はハチさんといって、あ、エイトさんというんですか、エイトさんと言いましてね、香水という曲を大変ね若い方に好かれてね、長い間ヒットしてるんですよと言うんですね。私はねそんなの全然知りませんでしたでしょ。ですからその時々にね、初めてしっかりと聞いてね、ああ、これはヒットするなということが分かったわけでございます。皆さんはどうしてあんな地味な歌がヒットしたか分かりますか？それはね、この香水という歌がね、仏教を表しているからなんです。はじめにラインの話で始まりますよね。仏教用語ではね、ラインというのは、ね、輪廻を表すようになってるんですよ。輪廻で結ばれてた人間というのはね、ラインでも結ばれるようになってるんです。ですからこの方はね、その切っても切れないご縁というものをね、嘆いていらっしゃるということになるんですよ。昔の日本人というのはね、お金もありましたし、自信もありました。ですからね、すぐに海外旅行なんかに出かけて行ってね、カメラ片手にね、いろんな写真を撮ったものでしたよ。そういうのがね、日本人像として有名なくらいだったんですよ。けども最近の若い方はそうじゃないでしょ。自信もない、お金もない。ですぐにね、むやみに自分のことをね、反省してしまうんですよ。人を傷つけて、また泣かせてもね、何も感じ取れないなんて風にね、感傷的になりすぎなんですよ。だからといって信仰を求めなさいと言ってるわけじゃないですよ。ただね、何かこう気づくところがあるとしたらね、それはゴッタマ&シタルタのね、お線香のおかげだという話なんですよ。まあ、YouTube ご覧になった方は分かるかもしれませんが、ユザンさんに5拍子とか7拍子の拍の付け方を習ってるんですよね。そうですね。5拍子はまださ、分かるんですよね。このテイク5とか、あとスパイ大作戦か、これが 5拍子で、これは身についてるんですけど、7になるとすごい難しいですよね。そうですね、途端にダメになってますし、ね、ヒット曲は何もないのかな。7拍子のヒット曲ってちょっと思い当たんないですね。あ、やっぱり、うん、何拍子までできるの。いや、まあ、果てしなく拍子は作れば何拍子でも 7.5 拍子とか
6.66 拍子とかそういうのあるでしょうけど、 23.4 行拍子とかある、まあ、言えるようになってから言ってもらってもいいですか。うるせえな、噛むのも仕事なんだよ。そこで今日はですね、お客さんにも参加してもらって、まずは4拍子のお正月というのを歌おうと思います。はい、カウント取ってもらっていい？お客様に参加してもらうっていうのは、そう、拍手で、手拍子で、うん、じゃあ普通に4拍子だから1234の42と4に手拍子入れてもらいましょうか。はい、1234 1 2 3 4 1 2 3 4。いきました。4はまあできる。はい、そうですよね。はい、じゃあ5をやります。5の手拍子のお願いの仕方も難しいんですが、1,2,3,4,5 で、うん、1拍目と 2.5 拍目とだから1,2.5,4,5 の位置に入れてもらってやりましょう。細かい男だなお前は。いやいや、一番分かりやすいかなと思った。どういうこと？1,2,3,4,5 1 2 3 4 5。あ、できた。すごいね、あれですね、盛り上げてもらうとできるタイプなんですね。あ、そうですね。今までで一番綺麗にできてましたね。 お膳立てをしてもらって、そして問題が7はどういうふうにお願いしたらいいのかな。7、じゃあ清水さんは7拍子でどうやって考えてます？私はこっちに4拍子の国の子供たちがたくさんいる、でこっちに3拍子の国の子供たちがいるから1,2,3,4,1,2,3,1,2。国の子供たちはどこに関係してるんですか？なんとなくそうするとできるわけ。国の子供たちが見えてるんですよ。そうそう、見えてるの。じゃあその4拍子の国の子供たちの方はさっきの4拍子と一緒で、うん、1,2,3,4 にしてもらって、その3拍子の方は後半2個に入れましょうかね。 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 なるほど。 3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7。 もういくつ寝るとお正月、お正月にはたこあげて駒を回して遊びましょう。早く来い来いお正月。ありがとうございます。すごい、やらせみたいにできた。
って盛り上がってる。作曲法です。息で着地する。